ワンダーアキュートは日本中央競馬会に登録されていた競争馬。重賞の勝ち倉は2012年の JBC クラシックや2014年の帝王賞、2015年の柏記念。名前は冠名のワンダーに鋭いという意味のアキュートが由来である。全48戦のうち芝コースを走ったのは1回のみ、あとの47戦はダートコースで出走しており、 連帯率は5割近くに達している。得意とする距離は1601から1800メートルで、17回の出走で5割を超える連帯率がある。ついで1801から2000メートルでは18回の出走で連帯率は5割に達している。道割も特に苦とせず、不良馬場でも5戦中で2回勝利している。 ワンダー・アキュートと最もコンビを組んだ騎手は、和田隆二の28案で、ついで、竹豊が11案ある。2009年の第13回シリウス・ステークスで勝利した、ワンダー・アキュート1月24日の京都競馬場の3歳新馬戦、ダート1800メートルでデビュー、7番人気であったが、見事に初出走、初勝利を挙げることができた。4戦目の3月22日の阪神の500万。 下戦で2勝目を飾り、青馬賞10着を経て6月の中京の青切り、ステークスは9番人気であったが3勝目を記録できた。ジャパンダートダービー、レパードステークスを経て、9月の阪神のオークランド RCT で4勝目を挙げた。そして、シリウスステークスで5勝目となり、10勝を初制覇した。続く東京の武蔵野ステークスも制して6勝目を数えた。 その後ジャパンカップダートに挑戦3番人気で出走するも6着に終わった。2010年のベテルディウスステークスで勝利したワンダーキュート11月7日の宮古ステークスで復帰するも6着に終わる。続く12月11日のベテルディウスステークスで7勝目を挙げた。12月29日の東京大賞典では10着に終わった。 2011年の第28回東海ステークスで勝利したワンダーキュート2011年の初戦はアルデバランステークスに出走するも2着だった。続く二川ステークスで8勝目を挙げた。続く名古屋大賞店ではエスポアルシチーの2着に終わる。自走のアンタレスステークスでも2着に止まった。東海ステークスで9勝目、10勝3勝目を挙げた。 休養を経て11月6日の宮古ステークスでは2番人気で出走するも4着に終わる。その後12月4日のジャパンカップダートに挑戦2着に終わった。暮レの大一番の東京大商店ではスマートファルコンに次ぐ2着となった。2012年11月5日に川崎競馬場で行われた第12回 JBC クラシックを制覇してついに最上グレードの競争で。 初勝利を収めた。ワンダーアキュートは単勝5番人気と評価されていたが、ワンダーアキュートはトランセンド、ソリタリーキング、シビルウォーラ3頭の外を回った後、直線で見事に追い込みを決めてみせた。騎手の和田隆二は作戦通り外に持ち出してズドンと行けた。久々にこの馬らしいレースができたと会心のレースができたことを喜んだ。和田は勝利を決めた後も、 g i 級の力がある馬だとずっと思っていました。夢が叶った一瞬でしたと、ワンダーアキュートと夢と達成できたことを喜んだ。調教師の佐藤真ッも、三度目の正直という表現を持って、ワンダーアキュートを称えてみせた。2013年の指導は1月30日の川崎記念へ出走したが、旗のバンクールの2着となった。続く、 ヘブラリーステークスもグレープブランデーの3着に敗れた。竹豊に乗り代わりとなった、帝王賞では逃げて3着。日本テレビ坂月では逃げたソリタリーキングを首先をして優勝した。しかし続く、JBC クラシックでは粘る北高たる前をかわしきれず2着。ジャパンカップダートでもベルシャザール肉し、またもや2着に敗れた。さらに挑んだ。 最終戦の東京大賞展でも北高たる前の前に2着と完敗した。2014年の第60回東京大賞展でパドックを周回するワンダーアキュート2014年6月25日に大井競馬場で行われた第37回手王賞を制した。ワンダーアキュートが最上グレードで勝利を収めたのは2012年の JBC クラシック以来の2度目の勝利となる。 通算勝利数では十二勝目に当たる。四歳のコーパノリッキーが単勝人気一点九倍に評価されていたが、ワンダーアキュートが差し切りには審査をつけてみせた。暗状を務めた竹豊は、どこの競馬場でも、どういう状況でも、どんな馬場状態でも、きっちり走ってくれると、ワンダーアキュートの競争にかけるひたむきさを叩えた。調教師の佐藤もワンダーアキュートがすでに八歳に、 達していることを気にかけつつも、今までの鬱憤を晴らすような勝利でしたと、ワンダーキュートの回想を喜んだ。44戦目で挑んだ2015年5月5日に、船橋競馬場で行われた第27回柏記念を制して13勝目を挙げた。9歳馬が G1 優勝を果たしたのは、日本競馬史上で初めての快挙であった。 2年3ヶ月ぶりにワンダーアキュートの安城を務めた和田は金層の成績ぶりからどこまでやれるかは半信半疑であったというがいざワンダーアキュートにまたがってみると状態はすこぶる良かったため制覇への期待は持っていたという直線ではハッピースプリントとベストウォーリアの2頭を抜き去って遊ぶほどの余裕を見せ変わらずにいい時の走りをしてくれて正直びっくりしています 年齢的な面は感じませんでしたと、和田は、ワンダーアキュートの速さが衰えていないことを喜んだ。ワンダーアキュートの生産牧場である、福田ファームの福田真一は、何しろ救済馬ですから、レースの前は、勝ち負けよりも、無事に走ってほしいという思いの方が強かったですという、心境で自宅のテレビで、ワンダーアキュートを見守っており、史上初の救済馬による制覇という予想以上の、 結果に驚きつつもワンダーアキュートを祝福した。同年の東京大賞店3着を最後に引退。翌2016年の1月6日付で競争場登録を抹消された。引退後はアロースタッドで種ボバとなる。上記の競争成績は NETKEIBA.com ワンダーアキュートの競争成績に基づく。ありがとうございます。